料理研究家のダレマです。さて今回はですね、春の旬の食材である新じゃがを使用してポテトフライよりも何倍も美味しいポテトフライ、その名も悶絶ポテトの作り方をご紹介したいと思います。今回ご紹介するポテトフライはですね、今までのポテトフライにはない調理法で作っていくので、今までで味わったことがない食感や美味しさを楽しむことができると思います。もうじゃがいも好きの方には絶対に試してほしい一品になっておりますので、ぜひ皆さん一度お試しください。ということで今回の悶絶ポテトで使用する材料はこちらです。せーの、あドン。新じゃが、ニンニク、片栗粉、そしてお好みのお塩になりますね。でね、材料の説明をしていきます。今回はですね、新じゃがで今までにないようなポテトフライを作るんですけれども、新じゃがはですね、小さいものから大きいものまであると思うんですけれども、今回はね、このような可愛いサイズの新じゃがを使用するようにしてください。新じゃがが大きすぎるとじゃがいもがね、ポロポロと剥がれ落ちてしまいますからね。そしてじゃがいもの香り付けとしてニンニクをね、2かけ使用します。そしてこちらのお塩なんですけれども、お好みのもので全然大丈夫ですからね。ということで早速作っていき、マッチョ。ということでまずはじゃがいもの汚れを取っていきます。今回ですね、この新じゃがの皮ごと食べたいので皮は浮きません。ですのでこの皮についている汚れをしっかりと水で洗い流していきます。この新じゃがの皮は非常にね、薄くて柔らかいので、皮付きのままじゃがいもを揚げることでその皮の部分がね、パリッとしてめっちゃ美味しくなるんですよね。で今回はこの新じゃがの皮がポテトフライの形を保つ役割にもなるので、絶対に皮は剥かないでください。ということでしっかりと土の汚れを取っていきます。たわしなどでね、優しく汚れを取っていきましょう。ここをですね、思いっきりとたわしでゴシゴシやってしまうとじゃがいもの皮が剥がれてしまいますので、優しく汚れを取るようにしてくださいね。はい、こんな感じで OK。 こんな感じですね。はい、ということでね、新じゃがの皮についている土の汚れをしっかりと取ることができたら OK です。そしたらお次に新じゃがを半分に切っていきます。で今回はね、必ず新じゃがを2等分にすること、これをね、4等分にしてしまうと今回作るポテトフライの形が潰れてしまうんですよね。はい、ということでね、新じゃがを半分にすることができたらこちらを耐熱ボウルに加えます。そしてこちらをね、ふんわりとラップをしたら600ワットのレンジで8分間加熱していきます。こんにちは。筋トレ筋トレ8分間マッチョ。加熱している間に YouTube からとあるものが届いたので見ていきましょうか。ということでこちらですね、ひらけごマッチョ、じゃかじゃかじゃかじゃーん、100万人登録の盾が届きました。この100万人突破記念の金色の盾、かなり重いですね。いやー、もうマッチョマッチョ嬉しい。この金色の盾を受け取った時に真っ先に思い浮かんだのは感謝という言葉なんですよね。またまた誰うまパイセン偽善者ぶっちゃってってね、思われるかもしれないんですけれども、この100万人という数字はいつも動画をご視聴いただき、そしてね、温かく応援してくださるファンの皆様と家族、友人、そしてお仕事関係の方々の支えがあったからこそ成し遂げられた数字だと思っております。YouTube を始めた当初はまさか自分がね、100万人を突破するなんて思ってもなかったですし、 YouTube を始めてから4年目になるんですけれども、何度も何度も壁にぶち当たって挫折した時もありました。実はね、僕は YouTube の撮影、編集、あとはね、企画など全て一人でやってるんですよね。その分ここまで来るのに本当にね、心細かった。正直ね、今だから言えるんですけれども、何度も何度も YouTube をやめたくなりましたし、やけくそになった時期もありました。ただね、自分を信じて地道に投稿し続けることができたのは本当にですね、皆様の支えがあったからなんですよね。ここまで来るのに本当に皆様に支えられました。だからこそこれからもこの YouTube の動画を通して皆様に少しずつ恩返しをしていけたらなと思っております。ですので引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで加熱が終了したので取り出します。あずちょ、大変お熱くなっておりますので必ずタオルもしくはミトンで取り出してください。はい、ということでね、ラップを開けていきます。中の蒸気非常に熱くなっているので、必ずね、手前から奥ではなく奥から手前の方にラップを引っ張ってくださいね。そうすることで中の蒸気が手に触れることもなくなりますからね。ということで爪楊枝を使ってじゃがいもを刺してみてください。そしてね、爪楊枝がスーッと通れば OK です。じゃがいもが硬い部分がある場合は少しじゃがいもを動かして再度ラップをして追加で1分から2分加熱して様子を見てください。
そしたらお次にこちらを揚げていくのではなく、潰していきます。じゃがいもの皮をね、下になるように置いて、この上からね、ラップをします。そしてね、手でもいいんですけれども、こちら熱いと思うので、コップの底を利用して、このようにね、ぐっとじゃがいもを潰します。そうするとね、こんな感じになります。これで OK です。じゃがいもを潰しているので、じゃがいもの形が崩れやすいんですけれども、この後ろに皮があるので形を保つことができてるんですよね。なので先ほども言ったんですけれども、じゃがいもの皮は剥かないようにしてください。じゃがいもの皮を下にしておいてラップする。そしてコップの底でぐっと潰す。これで OK です。ということで、これで OK。 そしたらお次にね、片栗粉を用意して、このじゃがいもの身の方にだけ片栗粉をね、ぐっとつけていきます。こんな感じですね。身の方にだけつける。なぜこのようにやるかというと、皮の方だけではなく身の方にもザクッとした食感を残したいという理由もあるんですけれども、実はね、もう一つ理由があるんですよね。それは揚げている最中にこのじゃがいもの身が崩れてしまわないようにするためですね。片栗粉はですね、加熱されると糊状になって、それがね、じゃがいもの身と身をつなぐ接着剤代わりになるんですよね。ということでね、片栗粉をまぶすことで身の方もザクザクした食感を楽しめるほか、じゃがいもの身がポロッと崩れるのを防ぐ効果もあるという、一石二鳥、一石二鳥の役割を果たすというわけですね。ということで、片栗粉をつけていきます。で、片栗粉をつける量なんですけれども、熱すぎると食感が悪くなるので、こんな感じね、薄くつけるだけで OK です。熱くついた部分は手で払ってくださいね。ということで、じゃがいもを下ごしらえはこれで OK。 そしたらお次にね、鍋にじゃがいもを入れていきます。でね、じゃがいもを加える際は必ず皮の方が下になるように入れてください。こんな感じでじゃがいもを鍋に加えることができたら、じゃがいもがひたひたになるぐらいまで油を加えて、ここに違うニンニクですね。ニンニクも一緒に加えることで、じゃがいもの中までニンニクの香りが移って、非常に美味しいポテトフライになるんですよね。そしてこちらを中火で加熱して、冷たい油から徐々に温度を上げていきます。そして今回はじゃがいもをあらかじめ電子レンジで加熱して柔らかくしているので、油の中でね、じゃがいもを下手に動かすとじゃがいもが崩れてしまうんですよね。ですので、じゃがいもの表面がしっかりと固まって硬くなってくれば動かすようにしてください。皆さんはぐっと我慢してじゃがいもが硬くなるのを待ちましょう。はい、ということでね、じゃがいもの水分が飛んで泡の量も少なくなってきましたね。そしてじゃがいもの皮も少しずつ色づいてきました。じゃがいもの皮がね、薄いボディービルダーになってくれば動かしてもいいんですけれども、ここもね、動かしすぎるとじゃがいもが崩れてしまうので、優しく動かすようにしてくださいね。はい、結構いい感じですね。じゃがいもからしっかりと水分が出ると表面がね、カリカリになってきますからね。はい、ということでね、じゃがいもの表面がカリカリになれば油を切っていきます。そして熱々のうちに塩を適量かけてください。ポテトが冷めてしまうとね、塩がなじまないのでね。ということで、悶絶ポテト完成しました。それではいただきまっちょ。いただきます。やばい、うますぎ。なにこれ、もうポテチ以上にザクザク。例えるならば、分厚いポテトチップスですね。これは正直ね、ポテトチップスよりも、そしてポテトフライよりも何百倍美味しいですね。まさに悶絶級のうまさですね。冷たい油から徐々に温度を上げて、じゃがいもの水分が飛ぶまでしっかりとね、揚げているので、本当にね、口の中が痛いほどめっちゃザクザクな食感です。はい、ということで、今回の悶絶ポテトはいかがだったでしょうか。これからね、新じゃががどんどん美味しくなってくる季節なのでね、ぜひとも皆さん一度お試しください。ちなみにこの悶絶ポテト、冷めてもずっとザックザクですからね。ということで、 See you next match ね。バイバイ。